はい、おはようございます。久しぶりにね、コメダでモーニングですけど、今日はね、選挙に行って、それの帰りにね、ちょっと暑いんで涼みに来ましたということで、たっぷりサイズのアイスコーヒーいただきます。ああ、おいしい。いつもモーニング頼むんですけど、モーニングではなく網焼きチキンサンドにしてみました。いただきます。いただきます。うん、おいしい。はい、ジェコムです。今日はですね、まあ、コーヒータイムでコーヒーを入れていこうと思うんですけど、まあ、今日ちょっとね、まあ、選挙行って帰ってきてからね、暑すぎてコーヒーガブ飲みしましてね、ちょっと今日飲むには少しちょっとカフェイン取りすぎになっちゃうかなというところで、でただ明日ね、朝一からちょっとね研修があって、朝早いんですよ。ただでしかも勉強会みたいなやつなんてね、眠くなっちゃうなというところで、明日のためにじゃんと、はい、これ、ね、何かというと、前にね、奥さん誕生日でね、奥さんが買ってくれた水出しコーヒー用のネルフィルター、水出しネルドリップをねできるっていう、そういうフィルターがあるので、これを使ってですね、水出しコーヒーを今日セットしようかなと思います、はい、ということで今日ね飲むわけではないんですけど、はい、コーヒー入れていこうと思います。はい、ということでコーヒー入れていくんですけど、コーヒーの入れ方としてはそんなにね難しくないというか、まあ、普通の水出しコーヒーなんでね、カチカチになっちゃった。ここの中にコーヒー豆を入れて、でこうこういうね、じゃあというか、まあ、このね説明動画はこれを見ろよみたいな QR コードがあって、でそこで見たらね YouTube に飛んだんですけど、まあ、説明動画はあのよくあるジャーっていうやつ、そのなんていうのか、壺、ガラスの壺みたいなやつにね入れてたんですけど、まあ普通にコーヒーのねこういうあのドリッパーっていうか、あのサーバーにね入れて作っていこうかなと思います。で分量としては、まあこれ4杯分ぐらい取りたいなと思ってるんで、まあ 40g ぐらいかな、うん、40g 入れていきたいと思います。これはね、こう今日入れてるのは、UCC のね、ゴールドスペシャルだったかな、うん、はい、40g です。でこれでこんな感じでね入れたら、そしたらここのね輪っかがついているんで、この輪っかを輪っかにねこうやって布の口のところを通してやると、でそうするとこうやってね蓋がしっかりできますよと。でね、なんか動画はこうやってジャーの縁にね引っ掛けるみたいな感じでやってたんで、ちょっとそれに習ってやっていきますかね。こんな感じでいきましょう。そしたらルーバーとかしてしまって、でお水をね、ここだいたいねコーヒー4杯分だとここなんですけど、この分だけ入れていきましょう。結構浮いてきちゃうね、まあ、少しね、でかい抜いた状態で、まあいいか、浮いてきちゃうんで、まあ中のねコーヒーのところに含まれている空気分とかそういうのもあると思うんでね、まあ、でもこんな感じでつけとけば大丈夫かな。はい、でそしたらラップをしてね、冷蔵庫の中に
入れていこうと思います。はい、コーヒーはねできたんです。できたというかね、あのセットしたんですけど、まあこれだけで終わってしまうとね、本当に何もない動画になってしまうんで、ちょっとだけ雑談しようかと思うんですけど、まあ今日めちゃくちゃ暑かったですよね。あ、で今日はあのこれポカリスエットでいただきこうと思います。あー美味しい。でもポカリスエットがね美味しいって感じる時って体からね水分がね抜けてる時、ちょっと脱水症状になってる時なんですよね。本当気をつけなきゃなんないですよね。で今日のポカリセットは、まあ、奥さんが作ってくれたんですけど、こういうね粉のやつ、まあ、今ねうちにはねポカリセットの粉を常備するようにしてて、これをあのこれの分量、書いてある分量通りにね溶かしてで使っているという感じですね。まあ、ちょっとこれ 1リットル分だったかな、うん、なんでちょっと半分だけ溶かしたっていう感じなんですけど、ポカリセット、まあポカリセットって電解質的によく考えられてるからそのままの分量でいいっていうんですけど、前まではねあのペットボトルで常備してたんですよ。なんですけどかさばるんですよね、うん、まあ風邪、体調不良とかが起こした時とかに、あとまあ脱水症状とかね、そういう時に水分補給としてすごくいいので、もう常備しようと思って前はねペットボトルで置いてたんですけど、邪魔なんでそれをね粉にちょっと切り替えようって、まあ奥さんの案だったんですけど、うん、粉にしたらいいんじゃないみたいなね話で、うん、いいですね、粉のペット、あのポカリスエット置いとくっていうのね、結構安心感があるっていうか、まあ、好きなタイミングで作れるっていうのがね結構でかいですよね。まあ、そんな感じですけど、まあ、今日本当暑くてね、まあ、本当はジム行こうと思ってたんですけど、外出ようとしたらねもう30いくつ6度とかそんなもんでね、いや人間の外出ていい温度じゃないわって出るのやめました。で今日はねジムサボっちゃったんですけど結局、うん、明日頑張ればいいやと思ってね、うん、ちょっとね昼間まだ7月の頭なのに、でしかも梅雨ですよ、梅雨の中なのにねこんなね暑いとほんと困っちゃいますよね。で今日あの選挙とかありましたけど、早めに今日朝9時前かなぐらいからね行って、で選挙行ってね帰りにコメダとか寄ってで帰ってきたんですけど、うん、早めに行っといてよかったなっていうふうに思いましたね。まだね午前中だったら活動できる、まあそれでも暑いですけど日差しも強かったし、うん、まあ七夕なのに晴れてるねみたいな話がよくありましたけど今日はね、うん、晴れすぎでも実はね七夕ってまあ、別にそんな雨が多い日ではなくて、あの曇りとかでねそういうなんていうの、七夕っていう、まあ、梅雨のね中にある一日、まあ、イベントみたいなね一日で、で曇りとか、まあ、あの梅雨だとどうしても雨とかいっぱい降るじゃないですか、で曇ったりとかねそういう天気が崩れやすいっていうのがあって、で曇ってるとかなんかそういうのの印象も強くて七夕は雨が多いっていうような、ね、印象はある多いんですけど、実はそんなでもなくて、うん、僕の誕生日であるね6月28日の方が全然雨降るよみたいなねそういう感じらしいんですけど、うん、まあ今日は久しぶりになんか晴れたなという感じはちょっと実感はありますよね。いやでも晴れすぎだよね。いやまあこれからね暑くなってきますし、まあ、だから暑い時期、まあ、夏はこれからが本番なんでね体調には気をつけつつ、まあ、これからイベントとかもねコミケとかもありますし外出るイベントとかもいっぱいあると思いますよ。あのコロナが終わってね外で開催するイベントとかみんなが集まるようなイベントって、まあ、これからねやっと活発化してくると思うんですよ。なんでねそういうのにもハンディ扇風機とかもねいっぱい売ってますし、気をつけてあのこの夏を乗り切りましょう。
もううちはねクーラーをつけっぱなしにしてますね。暑い。あ、電気代も上がるし困っちゃうねっていう感じで。バイ。